一曲、うん、自分とんちゃドラは三品の平たいスタート泣きますハリです、いきますやるぞオラオラ、泣くとかじゃなくない、オラ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 、いやこれだから逆にな、あれなんじゃないですか、チート行くそれともシャーキルっていう多分パイフ提供者からの質問なんですよ、これはダブリするかどうかってことでしょこれ。だってだからそうですよ、だからスーワン切るかシャー切るかってことでしょ、うん、ダブリースーワン、ダブリーシャータンキーするかシャー切るかっていう話でしょ。ニナシャー切りたい、いいけどでも多分シャー切るけどこれでさすがにスーワン切り位置の方が得だと思うよ。ダブリーチートのみにするんですか。いや訓録あるからねまあ親か親か、はあ、でもだって白とか初とか泣けますよ。いやそうなんだけど、でもこのシャー短期の訓録めちゃくちゃ上がれるじゃん。だってこれシャー切るじゃないですか、うん、白とか初とかチュンとか泣きながらスーソースーソー落としたら、うん、悪役小三元、うん、本一トイトイですよ、うん、で大三元になるかもしれないんですよ、うん、でも訓録上がれればいいでしょ、最低訓録上がれれば、本当にいや得だのはダブリだと思うよさすがに。じゃあシム監督はこの手もらってダブリにしますか。するね。ああ上がるでしょこんなシャータンキーさすがに。すごーい。上がるでしょこんなの。シム監督すごいすごい人だな。でもポンポンルートは結構上がれないよ。じゃあ新域リーグなら。まあ新規リーグなら決めに行ってもいいよシャーキってやったー、新規リーグだったら決めに行きます。うん、大戦は頑張って、大戦は訓録上がっとこうぜ。あ、食いしばってダブルにはい、配信中でも、配信中でもまあリーチしたいけどね。まあでもシャーキってもそんな損じゃないからやってもいいよ。やってもいいんだ。いいよ別に、別にね損はしてないから、もう得はしてるから、この手もらった時点で超得なのよ現状。確かに確かに、うん、だから夢を見て切ってもいいけど、はい、やっぱ目の前に落ちてる訓録か1万2000かインパチはちょっと捨てたくないねと、はい、うん、まあスワギリリーってしたら大体シャー上がれますもんね。大体上がるっしょこんなのっていうね、うん、はーい、はーい、次行きましょう。新規リーグでグラディウスにこの手が入ることを期待しております。新規リーグはいいよ、やっちゃって。やりますよ。うん。